し、あの食欲旺盛な方にはこれジャガイモにしか見えないんですよね。これ何なんでしょうかね、これ。なんかよくわからんモニュメントなんだけど、どう考えてもジャガイモにしか見えないですね、これ。さて皆さん、こんにちは、すみチャンネルでございます。京都鴨川でございます。いや、もう最近ちょっとこの連日さ、移動しすぎて、もう毎週移動しすぎて、もうマジなんかこう休んだ気しないよね。はい、というわけで今鴨川のほとりに来ているわけなんですけど、今日は四条河原町まで先ほど京都レイン乗ってきてね、今度また京都レインのガラクに乗って帰ろうという感じなんですけど、1時間ぐらいね時間があるので、とりあえず鴨川で様子を見てる感じなんですが、もうカップルだらけ、もうソーシャルディスタンス減ったくれないけど、カップルごとにねこう距離感持ってるっていうのがすごい面白いですね。ですので、もうこんな感じでね、ちらっと顔は多分ねわからないと思うんでね、この距離感ですよ。カップル同士は密なんですけど、他の人とはめっちゃソーシャルディスタンスみたいな感じなんでね、本来もっと観光すべきなんでしょうが、ちょっと人も多いですしね、なんせ到着して出発まで1時間もないということで、もうねこの辺ぐらいしかブラブラできないんですよね。というわけでね、申し訳ないんですけども、鴨川だけ移してもう私河原町戻りたいと思います。電池もねそんなにもうないのでね。京都レインガラクがない時間帯はもう特急が混雑するのですが、むしろ京都レインを運転してても京都レインに気づかず特急で帰ってしまう方も非常に多いと思います。昼間は1時間に快速特急と快速特急 A が交互に1本ずつ運転されていて、特急は10分に1本運転されていますので、階段を降りたら特急が止まっているパターンが多く、特急に乗り込んでしまうという方も非常に多いでしょう。京都レインの発車するホームは一番奥、階段からかけ離れたところから発車するのです。一番ホームの端の階段はあそこなんですが、京都レインのホームはここ。京都河原町のホームにやってきたんですけど、京都レインガラク間もなく入線ということで、私も待っております。撮り鉄さんも何名かおられるようですね。
で、こちらが京都レインガラクです。入ってみましょう。1号車と6号車の先頭部分はこのような感じになっています。そして車内はゆったりとした京町屋の空間をイメージして、座席間隔を広く取った畳調のボックスシートが並びます。このような感じで、かなり色合いも和風モダンな、そのようなところ、もともと中間のドアがあった部分には鶴の絵が描かれたりとか、また車椅子対応のスペース、そしてこのソファーのようなロングシート、そして車内とドアのところにはのれんがかけられたりと、かなり豪華になっています。5号車は初秋をイメージしており、去りゆく夏から初秋へ移りゆく季節感が味わえる車両となっています。このような坪庭もあります。京町屋の坪庭を車内中央にあしらい、それぞれの庭に向かい畳座席を配置しました。また畳座席を配置することで、畳座席に腰をかけ、京都の庭と円窓を流れる風景をお楽しみいただける心安らぐ空間をご提供。4号車は少し大人の時間、車内を流れる沿線の風景を存分に満喫していただけるよう、窓向き座席とカウンターテーブルを配置、また一人座席が多く配置されているので、一人静かに旅情を味わう贅沢なひとときをお過ごしいただけます。また座席には畳を使用し、畳の香りを感じながら流れゆく風景を見ることができます。円窓の周りには和風をあしらい、いろいろなところに散りばめられています。シートも和風に統一、座布団のようです。続いて3号車です。3号車ですが、このような感じになっています。3号車の季節は春、植物は桜をイメージし、桜チラシの柄を使用して、はんなりとした京都の春を感じる車両としています。2号車の季節コンセプトは冬、植物は竹、枯山水の坪庭と雪見障子が相まって、凛とした京都の冬を感じる車両となっています。枯山水の坪庭の前には畳も配置、2号車と同じく円窓と同時に楽しめます。車両の端っこは広く取られていて、また座席もこのように大きく、そしてのびのびとした車内になっています。1号車も外から見ると扇の形が美しく、ガラクの名に一部入るように優雅さも完備、ライト部分のゴールドの帯がまたそれも美しく、電車に乗った時から京都観光が始まっています。また帰る時も最後の最後まで京都を味わえる、そんな車両になっています。1人でも2人でも家族連れでも、そして団体旅行向けでも、いろいろな人がこの雅楽というものを楽しめるように、それぞれの京都、それぞれの阪急電車をいろいろ敷き詰めて、そして日本の心を充実に凝縮しています。カーテンまでこのように和風洋風なところというものはほぼありません。のれんをくぐれば和の空間、ほうじ茶でも飲みながらゆったりと過ごしておきたいですね。京都レイン雅楽の開発コンセプトは、ご乗車された時から京都気分、その名のもとに車両と車両を除く連結部を見てみれば
町屋を歩いている、そのような感覚にも見ることができます。 SDGs トレインの特急を見ながら、ゆっくりとしたまた違った阪急の旅をしてみるのもいいでしょう。このようなところも細かい芸がなされています。前の椅子にカバンをかけてもゆとりのあるこの前後空間、非常にリラックスのできる、そのような車内となっています。先ほど入ってきた SDGs トレインが先に出発、快速特急は特急の後追いということになりますので、この SDGs トレインを追っかける形で京都レインガラクは出発していきます。京都河原町から京都レインガラクが発車する時間は10時41分、12時41分、14時41分、16時41分です。映像は8300系の復刻塗装の列車が入ってきました。8300系の復刻塗装の列車もなかなか素敵なものです。少し分かりづらかったかもしれません。話を戻しまして、京都レインガラクの京都河原町到着は約25分前、15分頃に到着しますので、ゆっくりと車内探検を見ることができます。お待たせしました、ご乗車ありがとうございます。この列車は快速特急大阪梅田行きです。次は原島です。こちらです。原島線をご利用ください。出口は右側です。列車は烏丸駅に到着。京都市営地下鉄もやってきますので、京都の観光各所からこの京都レインガラクに乗ることもできます。京都レインガラクは2019年3月23日より営業運転を開始しています。この編成は神戸線で使われていた7000系の7006編成を使用し、神戸線時代2000年にも一度更新工事を受けているため、2度目のリニューアル改造で観光特急京都レインガラクになりました。京都レインは6両編成、6両とも側面の中央扉が封鎖され、片側3ドアから2ドアに変更されました。中央扉のあった箇所には円窓が設けられ、旧戸袋部分への側窓の設置は行われず、その部分の空間を補う形でラッピングが行われています。また各車両の側面の両端のドアの位置は変更されていないため、重層駅のホームドアに対応しています。そのため通常ダイヤでは快速特急 A と異なり、重層駅に停車する快速特急で運用されています。また2300系とは異なり、車体幅調整用のドアステップの追加は行われておらず、神戸線宝塚線への乗り入れ可能な状態は維持されていることから、行楽シーズンの平日には西宮北口駅と嵐山駅間の直通特急に充当されることもあります。列車は桂駅に到着。ここから次は大阪の淡路駅を目指します。特急の停車する長岡天神、高槻市、茨城市には止まりません。快速特急ならではの力強い走りが見せてくれると同時に、前の特急に追いつこうとは
決してしない優雅なのんびりとした走りも見せてくれます。桂を出ると落西口に向けて高架を上がっていき、京都市内を一望。この一望がかなり京都の奥まで見ることもでき、奥には東山、そして京都タワーを拝みながら、手前には陸上自衛隊の基地なども見ながら、列車は大阪に向けて進んでいきます。この団地を抜けたところで自衛隊の駐屯地というようなところを走っていき、木々に隠れた戦車などを探してみるのもいいかもしれません。いろいろな自衛隊車両を見ながら列車はさらに進んでいきます。ただいま通過している駅は落西口駅です。主に京都本線にて運行される特別料金不要で普通運賃のみで乗れる観光列車で、京都レイン、またこの京都レインガラクというものは素晴らしい列車だと思いませんか？どちらかというと特急料金取ってもいいぐらいのコストパフォーマンスなのですが、阪急電鉄は太っ腹でこのような豪華な内装にして庭までつけても特別車両料金というものはいただいておりません。 JR 京都線こと東海道線がやってきて春香号とすれ違い、しばらく並走していきます。後に東海道本線は阪急電車の上をまたぎ車窓の右側に移っていきます。また東海道本線が右に行ったと同時に東海道新幹線が進行方向左側に現れてきます。この辺りもすごく歴史のあるところで、東海道新幹線と阪急電車というものは非常に関わりが強いものになっています。阪急電鉄の大山崎駅から水瀬関牧駅間と高架で並行していて、新幹線の建設に際し元地上区間だった阪急線の東側にほぼ並行して新幹線の高架を建設することになったのですが、淀川沿いで軟弱な地盤ということもあり、工事の影響で阪急線が地盤沈下する可能性がありました。そのため阪急線の高架化工事も同時に施行し並行させることになりました。1963年4月から12月の間で先に完成していた東海道新幹線の高架線路を阪急線の仮線として用いて、仮駅のホームも設置して暫定的に阪急の車両を走らせていました。これは阪急と新幹線の線路幅が同じ標準期だからこそ成し得たことでありました。ちなみに当時この区間を走行した車両のうち2300系電車は2015年3月下旬に全車引退するまで最後に残った新幹線の線路を走った阪急電車でありました。列車は高槻市駅を通過、普通電車を追い抜いていきます。阪急線の2面4線の高架駅はいろいろな駅が似たり寄ったりしていて、それもまた阪急色の強い独特の高架駅となっています。列車は富田駅を通過中、この辺りも大阪北部地震やまた近年あった台風などで屋根が吹き飛ばされたりした地域なのですが、ところどころまだビニールシートが屋根にかかっていて完全に復旧してはいません。幾多の川を渡っていき、列車はどんどんと大阪方面へ向けてと走っていく中で、次に大きな町茨城市を通過していきます。ここでも準急電車の
通過待ちを行い、いろんな阪急電車を追い抜いていきます。阪急電車は基本マルーンを主体とした塗装になっていて、同じような塗装をしていますので、基本的にマルーンの電車などとも言われています。京都線の電車は未だにマルーン一色の電車も多く走っていて、最近の阪急電車はマルーンに屋根の部分が白いラインが入ったような、そのような列車が主体となっていますが、昔の電車はマルーン一色で、それもまた阪急色の強い車両となっていて、塗装でも歴史を感じるものとなっています。列車は小尺駅を通過、そしてすぐに現れてくるのが大阪メトロ堺筋線の車両がたくさん並んでいる車庫です。阪急のマルーンの中で、京都線は堺筋線のステンレスの車体がたくさん走っています。そして阪急京都線は愛川や神崎川といった少し大きめの川も渡るので、この川を渡る風景というのも京都本線独特の魅力なのかもしれません。出口は左側です。 We are now arriving at Owaji Station number HK63.列車は大阪東線をくぐり、高架工事真っ只中の阪急淡路駅に到着。この駅では北千里方面と天神橋筋6丁目から大阪メトロ堺筋線への直通運転の線路が分かれているため、平面交差が繰り広げられています。いろいろなダイヤネックとかにもなっていて、阪急京都線で遅延が発生しようものなら淡路駅は大混乱。そんな淡路駅も数年後には高架工事が完了、ダイヤネックは解消される予定です。淡路というところは近くに淡路島があるわけではなく、東西ともに駅前は商店街で、その周辺に住宅街が形成されています。東淡路商店街を通過して徒歩5分程度のところに JR 淡路駅があります。だいたい距離としては約300メートルぐらいでしょうか。次は重曹です。地下鉄堺筋線方面からの線路も長い高架ができてきまして、これからどのような高架になっていくのか、そして完成した時が非常に楽しみです。また総前寺駅付近では大阪空港への着陸のコースになっているため、このように京都レイン雅楽からも運が良ければ航空機を見ることができます。ボーイング777かな、767か、どちらかでしょう。大阪メトロ御堂筋線の乗り換え駅である南方駅を通過。この駅は梅田にも行く第二の手段と言っていいほど大阪メトロ御堂筋線との関わりが強いあたり、左に大きくカーブしたところで重曹駅に到着。京都レイン雅楽の旅もあと少しというようなところでしょうか。重曹というところは阪急電鉄でも非常に重要な駅で、神戸線、宝塚線とも乗り換えれるほか、重曹の駅前商店街やトミータウンなどで飲み屋さん街が連なっています。中でも重曹というところでのソウルフードでネギ焼きというものがあるのですが、このネギ焼きも美味しいものがたくさん入っていたりするお店もあったり、昔ながらのお店もあったり、いろいろな味を楽しめる、そのようなところがたくさんあります。重曹駅を出ると淀川を渡り大阪梅田を目指します。ここからは実質的には
阪急宝塚線に乗り入れているという形になりますが、旅客案内状は京都本線としてそのまま大阪梅田までとなっています。関西でも日本全国に見ても物珍しい方向別の三福線、マルーの電車が行ったり来たり、見るだけでも観光名所の一つとなるような、そのようなところです。京都河原町から約45分、京都レインガラクもこの45分のために阪急電鉄ではかなりの観光に力を入れたということを伺えると思います。特に特筆すべきなのは特急料金不要であること、そして45分でも京都気分を味わえるというところでしょう。阪急電鉄の底力、そして何としても大阪京都間の観光客を阪急電鉄に呼び込みたいというその努力の結集こそがこの京都レインガラクなのかもしれません。これ以上にない無料の特急として京都観光に行った際、また大阪に行かれる際は通常の特急でもいいのですが、少しおまけな、そして上品な快速特急でお出かけしてみるのもいいかもしれません。列車は梅田駅の3号線に到着。隣に止まっているのは宝塚線の SDGs トレインです。いかがだったでしょうか、京都レインガラクの旅。少し京都ということでいつもみたいな早口で喋るわけではなく、ゆったりと喋らさせていただきました。皆さんももしこの動画で京都レインガラクに興味を持っていただけたのならば、ぜひ京都レインガラクに乗りに行ってください。大阪梅田京都河原町は400円で行くことができます。もう一度言いますが、特別車両料金はいりません。少し上品な京都旅を味わってみてください。ご視聴いただきましてありがとうございました。最後に回送列車の発車シーンを見てお別れしたいと思います。